Space Monkeys TV。 今日はユーケルプレミアム。プレミアムですよ。これはもう東京の松本清にしか売ってないんですよ。1700円でした。1700円してるわけでしょ。700円わかんないですね。ん？はい、ということで、ね、今日は、ね、イベントです。今日はね、H&M&Books 渋谷店でね、配達中の、30個のルアープレゼント、あとトークショー、今日はその日を迎えています。さすが23日、今日はこれも含め遠征6日目、7日目、もう日にち感覚やばいですね。ということで来てます。見てください、これがね、ハイタッチ&トークショー&ルアー直接プレゼント手渡しのルアーたち。これもね、台風も来ててね、結構遠くから来てくれる方もね、追ってね、本当嬉しい限りですわ。ということでね、イベント楽しくやっていこうと思います。行ってみましょう。あざす。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。2回目チャンスあります。2回目チャンス。はい、撮りまーす。はい、ポーズ。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どんな釣りが好きですか？付き添いできて、そんな一番。わかりました。じゃあね、付き添いしたらね、これであげちゃう。写真大丈夫ですか？あ、なんか。撮ります。はい。あ、女の人はね、あんまり隠れに触ってない。大丈夫です。大丈夫ね。あざす、あざす。よろしくお願いします。ありがとうございます。ギルツなだけ。これ俺が、あの4月に、ですね、筑波のノイケ郡でも47、地元でも40いくつ釣ったやつですね。あ、違うとかね。そうです。これちなみに限定ですからね。これスローフローティングのあれですよ。はい、パテルです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。テッサン、テッサンじゃない、カッチャン、カッチャンさん。じゃあもう、はい、どうぞ。はい、チーズ。あざっす。あのものバッコン出ますからね、今の。おー、特にどんなものが欲しいですか？お直感で取っていいですか？いいっす。いいっすか？もうごめんなさいね、知ってますかこれ。これマドルバッツっていうやつなんですけど、これ普通に赤いのメルカリで6000ぐらい売ってます。限定価格です。あざっす、あざっす、ありがとうございます。ありがとうございます。いやよろしくお願いします。逆に教えてもらいたいですよね。いやいや、カスにももうこれ、これ言ってください。今勝のこれ、はい、ギルロイドジュニアだって。あ、じゃあ、バスロイドジュニアですね、はい、初期のやつですね。はい、チーズ。あらす、あらす。カスにもちょっとすげえ楽しみです。どうも、こんにちは。何、ポンパドル欲しいんでしょ。もう食感で上がったよ。はい、もう写真撮ろう。お二人まとめてこい。お二人まとめてこい。だけど、エクストララージって書いてあるから、ね、でもエクスプローズでこれでお願いします。これ結構動画でバシバシ、カードチコでも釣ってるし、ノイケでも釣ってるやつ。絶対いける。ありがとうございます。ありがとうございます。どこのフィールド行きます？あ、いました。今、はい、今のついて、今だったら負け戻します？何します？え、何がいいですかね。何使います？カスミ風景メインなんです。カスミですね、カスミ。じゃあね、レベル5いきましょう。レベル5ビッグ。ありがとうございます。いや、もうどうしてます。いつもね、本当に結構合いますね。いや、カウチョイレあれ、ポッパー、インターネットポッパーで40、あれで重ねる40ポッパーなんで。はい、本当ですか。どっちかに。ちょっと聞いてくださいよ。これね、南柏から来ましたね、松戸のね、チャリで来た2人なんですけど、どっちかにね、退院クラッシュが行くんですよ。じゃんけんだよ。いやー、よくチャリで来たね、ここまでね、ほんとにね。大丈夫？喧嘩しないで。大丈夫です。だって、仲いいんだよね。俺パー出すから。いや、ほんとに出すの分からんと。これ、ほんとの友情分かるよ。ほんと。え？何？パー出すって？グーですよ。さあ、じゃあちょっとじゃんけんでいきましょうか。いいよ、いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。あっさじゃあこんな感じでね。はい、じゃあちょっとこのね、タイニークラッシュ、もう和彫りから
やばい限定からね、松戸から来た砲丸投げ師ですからね、陸上部のね、彼にお渡ししました。おめでとうございます。皆さん、じゃあ拍手を。ありがとうございます。はい、ということで、ユエズミュージアムの方ですね、今日、イベントさせていただきました。ここにね、ほんと恐縮ですけどね、サインを残していこうと思います。どこがいいっすかね、ここに書いていこうと思います。はい、こんな感じでね、サイン残しておきましたので、ユエズミュージアムにお越し来ましたら、見てってください。ケンチャンネルさんの隣ですね。はい、ということで、皆さんありがとうございました。夏休みの大型遠征、ファンミーティングを持って終了となりました。というても、またね、来週あたりになったらまた遠くへ出かけなきゃいけないというスケジュールがあるんですけど、非常にね、多くの方々に支えられているなというふうな実感することができました。ファンミーティングの方でね、ルアーの方手渡しプレゼントもできて本当に良かったと思います。ということで、以上、スペースモンキーズ TV でした。遠征終了。また来週からなんだけどね。バイバイ。